ボールをセット、その井上から直接来たか、高橋直接来ました。自分で行くフェルナンジーニョ、そして大谷が右でフォローしてます。大谷を使わず自分で行った、踏み込んだ、フェルナンジーニョ踏み込んでシュートだ、シュートに行きました。誰が蹴るのか、フェルナンジーニョ来た、ポストだ、その後パンチング。前半の戦いは非常に選手たちの距離感も良かったというふうに高木監督は振り返っていました。魚里がゴール前に入ってくる。ただここは福島落ち着いています。あ、ただ魚里、そしてフェルナンジーニョ奪ってシュート、右からシンプルに放り込んできました。フェルナンジーニョ中3枚、ポストを叩く、最後はセセ。フェルナンジーニョ右にビートル・ガブリエル、フリーだぞ、そのビートル・ガブリエル、坂田が足を出すな。福村から右の小林です。フェルナンジーニョ前に出していった、シュートを放っていく、今は細かいパス、フェルナンジーニョ決まった、ゴラッソ。中央ヘディング、鳥取やって、そのまま抜け出していきます。中央につなぐフェルナンジーニョ、後ろヒールで流した、左足切り返した、三沢のシュート、最後は西山預けてもう一度もらう、西山中を見るクロスボール、フェルナンジーニョヘディングシュート、よく触った清水。フェルナンジーニョ中柔らかく入れてました。三沢後ろから魚里、魚里、ここはキーパー清水のセーブ、フェルナンジーニョ当たって出ました、コーナーキックです。ガブリエル、オーヤー、ガブリエルが来る、ダイレクトのクロス、ヘディング、フェルナンジーニョのヘディング、そして群馬ベンチからはシュナイダー、ゴールキーパーコーチも大きな声を出してます。ヘディング、こぼれて吉田俊、体を反転させてボールを取ろうとした本田美樹です。さあ出た、フェルナンジーニョ出た、キーパー1対1、シュートして入っていった、無人のゴール先制。今トップチームです、その中で中島残ってます。さあクロス上げてシュートになった、もう1回左足シュート、フェルナンジーニョ今日2点目。カニ、フェルナンジーニョ、フェルナンジーニョが行く、フェルナンジーニョ、うわー、田尻が取った、高木が倒れてまだ起き上がれません。フェルナンジーニョ取った、上松のシュート、キーパー、さあフェルナンジーニョ行く、フェルナンジーニョ、ここで突破した、さあどうだ、シュート、どうだ、抜け出した、抜け出した、またもや田尻がここは守った、そうだフェルナンジーニョだ、中に入ってくる、そうだ三沢のシュート、福村、今日は左ウィングバックのスタメン予想でそのポジションです。さあ福村がクロスボールを上げてきた、ヘディングシュート、いきなりフェルナンジーニョ引っかかる、落としてフェルナンジーニョ右足、キャプテン決めた、間を縫って三沢、縦を使った魚里、魚里、魚里入ってきてクロス上げた、ヘディングだ、どうだ、追い込んだ、決まった、決まった、動き出した、さあマイナスのボール、林、後ろフェルナンジーのシュート、枠の右、いやーキーパーパンチング、まだあります、出ていません、フェルナンジーのもう一度ゴールキックです。3人出場した中で11人、さあここは裏へのボール、林が抜けている、中にはフェルナンジーニョ、林がマイナスのコース、フェルナンジーニョ、追加点は鳥取、自ら行くか、ワンフェイク入れて左足だ、今夜のフェルナンジーニョ、ゴール前には林がいる、手前には三沢も待ってます、右足、林落として左足だ、三沢先制ゴール、フェルナンジーニョ落とした、これはシュートになる、三沢が走る、井上が走る、そして右へ振った、三沢だ、中に井上が待ってます、井上できた、シュートだ、井上できた、大森との1対1、フェルナンジーニョシンプルに福
村使ってくる、福村速いボール中に入ってダイレクト、井上力人、そして上松、さあ直接行ったか、これは枠の右、しかし中にはまだ選手が上がってきていません。三沢が近い位置、その三沢へボックス内マイナスのクロス、フェルナンジーニョ10メートルほど縦の位置で前の位置でボールを受けられればチャンスが多くなっています。さあ鳥取チャンス、魚里に通るか、スピードある、中こぼれた、林ボール前、さあ林どうだ、フェルナンジーニョ近い石の裏、体をぶつける、さあフェルナンジーニョ、中にはビートルが見れる、パスを選択した、ビートル右足、右足ブロックしました。少し決まりました。非常にクイックリーなシュートだ。もう一度受けるフェルナンジーニョ、一人かわしてシュートを切った、中央だ、ヘディングはフェルナンジーニョ右足だ、このヘディングでなんとか渡辺が、林、三沢落としてワンタッチプレー、フェルナンジーニョ左足だ、キーパー吉田俊が意地がある、低いボールでいった、フェルナンジーニョワンタッチで林、一気に裏抜け出そうかという林、さあ林左足のシュート決まりました、追加点取り、コントロールを誤ったかフェルナンジーニョ、しっかりとボールをつないでくる三沢、三沢からフェルナンジーニョスルーしてシュート、ポストフェルナンジーニョ左足、ここは上に浮いてしまったフェルナンジーニョ、3枚上がってくる、中に絞る、出す、打つ、決まる、フェルナンジーニョキャプテン先制ゴールは前半の33分、非常にコンパクトな、そしてさあこのフェルナンジーニョが前へ出していって、さあここでフィニッシュまでいけるか、シュートを打っていくがわずかに右、10番の橋本がボールキープ、ボールハント、さあ鳥取大谷、赤いスパイク大谷、走り出す、中央から上ってきてシュートだ、福村左足、ポストのファーサイドには4番の井上力人、井上力人が動き出した、中に合わせたボール直接行きました、惜しいシュート、